新しい私いろいろ始める仙台いろは。毎日暑くて夏バテ気味という方も多いのではないでしょうか。そこで今回はそんな方に嬉しいいいねの飲み物をご紹介します。いいね。やってきたのは森永製菓東北支店。遠藤さん、夏にぴったりの飲み物があるということですが。はい、昔から飲まれている日本の伝統的な発酵飲料甘酒です。古くから暑い夏の栄養補給のための飲み物として親しまれてきた甘酒。最近では成分の組織が点滴に似ていることから飲む点滴と呼ばれているんだとか。飲む点滴？どうしてそう呼ばれてるんですか？はい、甘酒の甘みを生み出す米麹にはビタミン B 群などの栄養成分、深いコクを出す酒粕には食物繊維やビタミン、ミネラルなどの栄養成分が凝縮されています。だから暑い夏に飲まれてきたんですね。でも甘酒って寒い冬に熱々で飲むイメージがあるんですけど。そんな夏におすすめなのがこちらの冷やし甘酒です。え、冷やし甘酒？春夏限定発売の冷やし甘酒。博多の塩が入っていて水分、糖分、塩分が補給できるので熱中症対策にもおすすめなんだそう。思ったよりすっきりしてますね。これごくごくいけちゃいます。さらにおすすめの飲み方がこちらのトマト甘酒です。え、トマト甘酒ですか？作り方は簡単。氷を入れたグラスに冷やし甘酒とトマトジュースを入れるだけ。トマトの酸味と甘酒の甘さがよく合いますね。いいね。森永甘酒のウェブサイトでは他にも甘酒を使ったいろいろなレシピを紹介しています。夏の暑さ対策に日本伝統の発酵飲料、いいでしょう。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。